皆さんこんにちは、クリアです。今回は A から Z に挑戦シリーズ、ミモザを使って春らしいアルファベットキーホルダーを作っていきたいと思います。こちらの動画はレジンに興味がある方、ハンドメイド好きの方やレジン作家さん向けの動画です。何か制作のヒントになれば嬉しいです。今回は Q と R でキーホルダーを制作します。こちらミモザのドライフラワー、こちらを使用します。まずはマステでホコリ取りをしながら動画の流れをご紹介します。概要欄の目次に記載していますので、お好きなところからご覧ください。レジン液はローズクォーツレジンを使用します。こちらは私がレジンを始めた時に最初に使用していたもの。昔と比べて黄ばみも少なくなっています。ローズクォーツレジンをはじめ9つのレジン液を検証しております。気になる方はこちらの動画もご覧ください。それでは制作開始。タカラネイルの着色剤で淡いグリーンと水色を作ります。こちらの色はインスタグラムでアンケートを取り決めました。ミモザといえばクリアかホワイトしか浮かばず、何か新たな色で挑戦したいなと思いアンケートをすると、いろんな色の提案がありました。そして一番多かったグリーン系と水色系に決定。私一人では思いつかなかったので、皆さん本当にありがとうございました。ちょこちょこアンケートをしているので、よかったらインスタグラムにも遊びに来てくださいね。ホワイトも足して淡い色合いにしました。まずはモールドにレジンを薄く入れていきます。気泡がある場合はエンボスヒーターや爪楊枝で気泡を取り除いてください。ミモザ、金箔、着色したレジン液を入れていきます。何層かに分けて入れるので、初めから入れすぎないようにしてください。着色したレジンも端の方に入れていきます。混ぜすぎず、クリアレジンとの境界はざっくりしてください。通常ドライフラワーは一度レジン液に浸すと気泡ができにくいのですが、ミモザは直接モールドへ入れます。なぜかというと、ミモザの葉っぱや花は繊細で欠けやすいからです。2層目も同じように行います。3層目もバランスを考えて同じように行います。4層目はクリアなレジン液と着色したレジン液のみを縁いっぱいまで入れます。
硬化できました。この色合い春らしくていい感じですね。次はバリや表面をヤスリで研磨します。細かい部分は必要に応じてヤスリを変えて研磨してください。ヤスリは100均やホームセンターで購入しました。研磨したら一度水洗いします。水洗いができたら 1.2 ミリのドリルでヒートン用の穴を開けます。次にヒートンを取り付けるはずが、すっ飛ばしてレジンコーティングし始めました。いつ気づくか観察してみましょう。球の内側からレジンコーティングして一度硬化、そして外側までレジンコーティングしようとしています。このままではせっかく開けたヒートン用の穴が塞がってしまいます。おっと、ここで気づきました。そしてあまりにもびっくりしすぎて落としてしまいました。とりあえず Q を硬化している間に R のヒートンからつけていきたいと思います。Q もきちんとレジン液でヒートンをつけて硬化します。気づいてよかった。次に面ごとにレジンコーティングしていきます。その都度180秒硬化してください。綺麗にコーティングできました。本当にこの色の組み合わせ可愛いです。それでは最後にやっとこでキーホルダー金具をつけます。キーホルダー金具と丸カン、やっとこを準備してキーホルダーにしていきます。完成しました。ミモザの花言葉は優雅、友情という意味があるそうです。皆さんと選んだ色合いで優雅に完成したかな。皆さんも素敵な春をお過ごしくださいね。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに。バイバーイ。